ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、ハンバーガーがですね、はい、ちょっと見本と違うんではないかと思うんですけど、お肉がこのようにはみ出てるぐらいの、はい、ハンバーガーを想定して、テキサスバーガーを想定してたんですけど、はい、そうでもないかなと。これはフォーワンパティですか、はい、フォーワンパティって言って、ええ、はい、このお肉です。もうちょっとなんか外にはみ出しているような感じを想定してたんですけれども、そういうものではないんです。はい、これ、まあ、ちょっとはみ出してるような、これがそうなんですけども、ちょっと見本と違うかなと思うんですけど、はい、基準のものを焼かせてもらっているので、ええ、こういった商品になってしまいますが、新しいものをもう一個お作りしてそちらを渡すような形でよろしいですか。日本と違う、はい、っていうことはどういうことですかね、はい、そうですね、何とも言えないんですけれども、お肉自体は同じものを使っております。ただ日本だともうちょっと実は、はい、ハンバーガーからはみ出している感じがするんですけども、はい、そうですね、商品がこうお肉がだんだん縮むっていう可能性もありますので、何とも言えないんですが、はい、商品としてはこちらが正規の商品になりますので、はい、ということは、はい、日本とはやっぱり違うものが提供してしょうがないということになっちゃうんですかね。まあそうですね、パンよりかは大きくはみ出しておりますので、見方によってこういうふうな見えるところと見えないところがあるのかなっていうふうには感じますけれども。あ、そうなんですね、はい、じゃあやっぱりしょうがないと、はい、しょうがないと言いますか、規定の商品ですのでこういうふうに作れっていうふうにマクドナルド本社の方から来てますので、うん、はい、まあ、そのように作ってお出ししておるんですけれども、まあ、やっぱりその見本と違うのはしょうがない、はい、いやしょうがないということはないんですけれども、ええ、商品として、うん、そのように作らせていただいているので、ええ、はい、基準通りのものを差し上げているんですけれども、はい、じゃあもしそういうふうに見本と違う場合はまた交換が可能っていうことですかね、はい、まあ、例えばこちらのオペレーション、要するに手順の違いでお客様にこう不具合が当たったっていう場合でしたらお取り替えはできますけれども、ええ、基本的に基準通りの商品をお出しして、商品の取り替えっていうのは基本的には行っておらないので、ない、はい、ただ、まあ、ご納得いただけないようでしたら、お客様の商品相談室っていうのがございます。フリーダイヤルでありますので、はいはい、もしご納得いただけないであればそちらの方にご連絡いただければ、ちょっと詳しいことは、うん、はい、聞けると思いますが、私の方からはちょっとこのようにしか説明できないんですけれども、なるほど、はい、商品としては、まあ、こちらは正規の商品ですのでね、はい、はい、分かりました、はい、申し訳ございません、いえいえ、はい、ちょっと新しいものをもう一つお作りしましょうか、はい、もしあれすみません、はい、これ出さないでね、
と作り直しましたんで、こちらの方でちょっとご覧いただいて、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。返金は可能でした。